はい、マニアの方、もっと私は今回は切り込んでいきます。怖いな切り込んでいきます。大丈夫ですかね、はい、まずですね、技のモーションアクターなんかやるときのですね、はい、その技のベースになるもの、まあ、これ非常にですね、まあね、門外不出の杉内さんのあれかもしれませんが、いやいやいや、教えていいのか悪いのか分かりませんが、まあ、技のベースになっているもの、はい、なんかっていうもののお話が聞ければと思いますので、うんうんうん、なるほどなるほど、はい、ですね、もともとやっぱり一番最初にやってた機械体操っていうのはベースになってて、アクロバットは、ね、基礎はそこになってたので、まあ、バク転一つにしろ、そういうのを求められることはよくあるので、はい、ただ気をつけないといけないのがやっぱ機械体操も 1,2,3 っていくわけにはいかないですね。アクション中でもうここいきなり行かないといけなかったりするので、予備動作がないように機械体操を使うっていうことは一つやってますね、はい、あとは格闘技としてはテコンドーとか、あと あのアクションを始めてから大好きな先輩に中国武術を教えてもらって、それ中国武術を結構長くやっていたの です、ね、機械体操を、テコンドー中国武術がをベースに持った上でエクストリームマーシャルアーツを、学んだので、まあ、それが結構全部使えたんですよ、その 3つの技術すべてを。なるほど、うん、なんかそれをこうまとめた総合パフォーマンスとしてそれを売りにして、そうですね、僕は現場に当たらせてもらってますね。なるほど、はい、技の中でこの技は苦労したななんていう、なんか思い出の技とかありますか？そうか、もうこれも話せる範囲で結構ですけど、うんうんうん、この技は結構自分なりには結構苦労したっていうのはありますか？うんうんうん、この技ですね、そうですね、例えばこうアクロバットが入ってくると着地が難しくなってくる、うん、しかもアクロバットだけで終わると終わ、なんだ使い物になんなかったなかったりするんで、ちゃんと敵に向かってぐるぐる回りながらでも最後蹴ったりとかパンチをしたりとかっていう攻撃動作を含めて、かつ着地をぶれないでピタッと止めてそのキャラクターのポーズまでしっかり変えるっていう流れですね、はいはい、だからアクロバットやって終わりっていうわけではなくて、うん、最後通常モーションにそいつが常にこう構えてる体勢までスムーズに戻らないといけない、ぶれないでっていうところが難しく、かつそれも野生的なキャラクターであれば、はい、スタイリッシュにいってるところをなんかこんな感じで空中姿勢も作ったりとかしながら変えていかないといけないっていうところが難しくかでもあり楽しいところでもあると思います。なるほど、うん、わかりました、ありがとうございます。